イタリアの鉄道車両一覧では、イタリア国内の民間、委託を含めた鉄道網をめぐる鉄道車両を集めた表である。1973年にとった640系19世紀から20世紀の半ばまでイタリアは主に蒸気による輸送を行っていた。イタリア国鉄の機関車、編集淡水車を備えた機関車、タンク式機関車981系機関車限られた。 区間のみで利用される、狂気用の蒸気機関車のシャシテルニで運行中の D34320 世紀中頃には、国内線では、主に非電化路線に、内燃機関車が広がった。その多くは、創車用途となった。20世紀初頭のイタリアの鉄道の黎明期、第1世代の電気機関車が配備された。それらは、直流 3K 部員に変えられていった。 FSE390 機関車の改良型1927年、ローマスルモーナ1000に実験目的で交流1万ボルトのシステムが導入された。それ以上は適用されずに1950年には直流 3KV に変更された。ミラノポルトクレマーの専用の機関車で3000式650ボルトのシステムを採用。1951年に 直流 3KV に改修された。この路線ではいくつかの FS の重車両が扱われていた。直流 3KV とパンタグラフに変更された。1930年代に始まった直流 3KV での電化は、イタリア鉄道網の標準となった。これらの機関車は運行の屋台骨となり、今でも多くの列車で利用されている。後に e 四十四 r に改修後に一部が、 E655 に改修され、デニアの鉄道模様の実験的機関車ローマテルミニでのイター480。イタリアは日本と同様に動力分散型列車を積極的に採用し、早くから高速運転に取り組み、1930年代にすでに本格的な長距離の高速電車を製造し、電車列車による特急列車を運転した。 その後も、世界的有名な個性的な電車を製造し、現在に至る。後に、イター220ポリフィモ、イター230バレンティノ、イター242、回収いくつかがイター463に回収イター485に再回収及び派生型イター610、チザルピーの1900年代の初期に、標準ではなく、バルテッリーナ専用に、いくつかの電車が製造された。 サンティア駅でのエイル724通常の電圧用の電車は通勤用や小都市の接続用など多くのローカル線で使われる EB760EA761 としても知られるミラノノルド鉄道エイル841に回収ガソリンを燃料とする機動車で少数で早期にナフサ機動車に変えられたあとに ロブ24と LN55 牽引車に回収後に、アルホービー64、フリゴリーフェロに回収後に、アルン72に回収後に、アルデブ28、LDN32 牽引車、LN64 牽引車に回収ウンブリア、中央線でのアルン776系を燃料と、する機動車、主に、ローカル線での輸送で使用される。後に、アルン五十六に、改修八両が、 アルデン28に2両が、アルデン32、1両が、で、041FTV に改良アルト四百444、ベルベデーレ、または、チェルボボランテ、アルン772は、元の形式に戻された第一世代の蒸気機動車、編集実験的な燃料機動車と、列車、編集20世紀の赤頃に実現標準機でない、路線の機動車操車用車両で、運転席があるものと、 セットで利用する期間のミノモノテルニの操車場での D143 駅での作業用の操車車両この一覧は未完成です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。ありがとうございます。